バンテ周りは5番の増田、前期最終戦の静岡で優勝決めております。さ、レースが動いて2番関根が仕掛けようというところ、それを察知してペースを上げた1番の加藤健一、あくまでもここは風を切って先行勝負か。2番関根貴人は再体制立て直して5番手の位置で鐘を迎えます。3番宮沢に動きはなく中段から、さあ直線勝負といったところです。1番の加藤健一、まだ流し気味、徐々に加速してまいります。さあ2番関根にはまだ動きはありません。ここは完全にまくりに構えて、勝負は残り1周回を切りました。1番の加藤が風を切って逃げる。バンテ絶好には5番の増田、あと2番の関根貴人はまだ5番手のまま、動きはありません。ちょっと動けないか。さあ先頭は1番の加藤健一、前3人で上位独占なるかどうか。この辺りから動いていく2番の関根ですが、まだ前は3人です。さあ番手からは5番の増田が迫って、3番手から突っ込んだのが7番の桜井城。ちょっと地元で今年初優勝を決めたいところでしょう。3番渡辺隼太が牽制して前を伺っていきます。渡辺隼太は今年5月川崎で優勝を飾っております。4番の牧田が、さあ師匠を連れての先行勝負、7番の平沢が続いて、さあこのまま地元勢がレースを支配していけるか。まだそれほどピッチは上がっておりません。3番の渡辺隼太が中段4番手、それから渡辺隆は後方6番手になりました。体勢縦1列になりまして、ここから力強く踏み込んでいく。4番の牧田が先行です。2番の坂啓太が番手絶好、後方をしきりに伺っている坂啓太、しかしながらその別線反応はありません。3番の渡辺隼太あたりが4番手から仕掛けてまいりました。まくり追い込み勝負に出る。さあ先頭は4番の牧田が粘って、番手で一行からは2番の坂啓太迫って、さあしかしながら振り切ったが、あたりが動きを見せていきそうです。今季は3度の優勝があります。前期最終戦の6月1等で優勝も飾っております。一旦抑えた南関東の2社、それから1番高原の出方はどうでしょうか。自力自在策、まずは福田にプレッシャーを与えるような格好で中段で車を止めました。2番の田中浩二を逃がして、1番高原、一旦抑えるか、切るような形ではありますが、このままならばもう意識は前に行っています。2番の田中浩二は3番手、それから3番の福田が後方5番手という位置になりました。さあ加速するかかっている1番の高原が風を切って逃げます。あとは置かれた3番手に2番の田中浩二、そして3番の福田博士がバックからまくっていく。5番手からのまくり、さあ徐々に差が詰まってまいりました。まくりきる根本は離れたか、なんとか食い下がりたい。3番の福田、5番の根本、なんとか2人、それから6番の薮田となりました。ラインでの上位独占、2着争いは接戦になりました。2度目の輸出を決めております。あとは6番の渡辺あたりが動きを見せていこうかというところ。近況は予選を乗り切れていないだけに流れを変えたい一戦です。さあ1番の板垣がここから仕掛けていきました。5番坂口、7番成田と地元勢、さあ3人が完全にできります。あとは6番渡辺福太郎は4番手で受けて、2番丸山が後方6番手になりました。さあ1番の板垣、うまくペースに持ち込めますか。番手には5番の坂口、このままワンツー決めていけるか。さあ勝負は残り1周回を切りました。2番丸山は後方6番手、それから6番の渡辺福太郎が4番手、まだいずれも動きはないか。6番手から2番丸山、ここからまくってまいりました。ああなかなかいいスピード。4番のシーンがちょっと離れ気味、並びかける背後に迫った。さあ板垣どうする、粘れるかどうか。しかしながら2番丸山が完全にまくり切ろうという勢い、ゴール前はかわした。2番の丸山直樹です。番手周りの2番赤塚も目下2場所連続優勝、今季は2度の準優勝と注目したい1人。さあ5番の寺沼が一旦切るような形で前に出ました。3番の柿沼新恵が続いて、短期の2人を誘うような格好でこのまま寺沼が風を切るのかどうか。さあいつも通りの走り、流れでというコメント内容ですが、この分なら行きそうな感じ。4番竹山にはまだ動きはありません。このまま
まくりで決着をつけようというところか、まだスローペース、徐々にピッチを上げていく。腹を決めた5番寺沼は、さあ先行勝負になりました。あとは短期の連射、さあ3番手に1番の高橋が構えて、7番の石塚、高橋にとっては射程圏内か。さあここからまくっていく、一気にまくって4番の竹山亮太、続く2番の赤塚、さあ小林は遅れました。さあ4番竹山、2番赤塚、あとはマッチレースの様相になりました。あとどうでしょうか、1番高橋あたりはまだ4番手5番手といったところ。さて番手から2番の赤塚に変わったかどうか。気を背負ってここはどうでしょう、どう攻めていくか。3番中川が続いて、一旦南関東勢を抑えて引いて4番の花田は3番手、それから7番の城幸寛が高校6番手、さあ5番の河合優也が先頭の位置で金を迎えました。4番原田正史はまだ3番手、動きはありません。7番城幸寛は高校6番手、さあこのまま5番河合が先行勝負打ち出していきそうです。さあ勝負に出ます、5番河合が先行、それから3番中川が続いて、ラインは2車、あとは3番手のうちに4番の原田正史、マークには2番の山田、それから後方6番手に城井幸寛です。3番手からまくっていく4番の原田正史、そして内切り替え切り込むような格好で2番山田浩二サイド連携、そして後方から7番城がやってまいりました。城のスピードどうか。さあ先頭は5番の河合、5番の河合力見せたか、あとは2番の山田、この2人。この千葉コンビがまず動きを見せます。一旦6番山本が切っていって、4番佐藤はすんなり下げて、あと中段に5番笠松翔太、位置を求めるんではなく笠松は先頭に出ました。さあここは逃げていきますか、5番笠松、6番の山本が3番手、それから4番の佐藤弘樹が、さあ後方5番手、まくりのスペシャリスト、どうでしょうか。徐々にペースアップ、5番の笠松が先行体制に入りました。そして6番の山本が3番手、あとは4番佐藤弘樹がどのあたりから仕掛けていきますか。ここから伊藤大志はちょっと離れ気味、5番手からまくっていく4番の佐藤弘樹、それでも短期ちょっと重い感じになりました。3番手あたりで止まった4番佐藤、力尽きたか、息切れ、そして先頭は5番の笠松、笠松が粘りに粘って振り切りました。動きを見せました。3番の土屋裕二が番手回りで、静岡の2人が一旦東北勢を抑えて、さあ早くも先頭体制に入ろうかというところ。望月6番内田あたりは叩いていくのか、一旦ここは根本にプレッシャーを与えるような格好で、内側ちょっと窮屈な位置になってガチガチやり合っている。さあ根本早くこの位置抜け出したいところです。徹底的に蓋をして、その間に5番の望月が徐々に加速、さあ最終選考に入りました。逃げ込み体制に入った5番の望月が先行、そして3番手切り抜けた2番の根本聡は射程圏内、あとは6番の内田が高校6番手に置かれました。さて根本どのあたりからか、直線まで持たせるのかどうか。さあ2センター3番手からの追い込み勝負になった。先頭は5番の望月、番手3番の土屋でありますが、5番の望月が振り切りました。安定した走りを見せておりますが、どうでしょう、一旦牽制を受けるような格好で6番佐々木が切ります。それから5番伊早坂俊一がここからスパートか。さあ5番伊早坂が先行策に入ろうというところ。3番飯島と2人出ました。あとは早めに攻勢に転じるか、いやここは位置取りになりました。佐藤隆二、それから6番の佐々木健二がやり合って、3番手早く肩をつけたいところです。さあここはすなりと取れたか、2番の佐藤隆二が3番手、さあ先頭は5番の伊早坂俊一が逃げます。さあ2番佐藤隆二は溜めて一発狙っています。さあ3コーナーから4コーナーへのカーブ、さあまだ仕掛けないか仕掛けられないか、直線勝負まで持っていくのが2番の佐藤隆二、先頭は5番の伊早坂、番手からは3番の飯島、外から4番車ありました、突っ込んだ。積極的に攻めていきそうです。
一旦東国勢を抑えていって、あとは1番の恩田はどういう戦法か、この千葉勢に乗って、さあ3番手確保からといったところか。7番の坂本引き切って現在5番手の位置。さあ6番田頭が先頭で鐘を迎えます。そして7番の坂本周作は5番手で鐘を聞いています。3番手1番の恩田にはまだ動きはありません。さあ縦一列から早めに攻勢に転じていく。さあ7番坂本周作の進撃、先頭は6番の田頭博之、その田頭をねじ伏せて7番の坂本が力を見せ、5番青森から、それから3番平沼までできりました。あとは1番の恩田純平あたりは仕掛けるのか、いや追走です。4番手先頭は7番の坂本周作、バンズ絶好からは5番の青森、あとは3番の平沼義満と東北勢が、さあ隠れ番上位独占、バンズ絶ここからは5番の青森、5番の青森中割って3番差ですが、青森か。先頭の外に車を置いていくのか、しかしながら出します。6番の佐藤智也が出て、3番石橋は一旦受けるような格好で引いていって、6番手あたりか。あとは2番の増木、さ増木がここから先行勝負、早くもさあ投手メラメラ、増木が先頭の位置。ここで6番の佐藤が引いて3番手、7番の山下はつけ切っております。3番の石橋が後方6番手になりました。さあ2番の増木、まだかなり余裕がありそうです。脇の下から後方を見るような格好です。さあ7番の山下が続いて、それから6番の佐藤智也、あとは6番手に3番の石橋慎太郎、このまま別戦完封なるかどうか。増木が逃げる、番手絶好7番山下とのマッチですか。さあ石橋が仕掛けるも中段あたりまで、先頭は2番の増木、番手絶好からは7番山下が詰め寄ってゴール前変わった。7番2番です。北関東のワンツー、動きを見せました。4番の堀内、7番の成田健二がマークして、この神奈川コンビが一旦前へ出ます。その神奈川コンビを叩いて1番の柳田和樹、3番天田裕樹は前へ前へ、中段中段へ、それから2番の飯野も近況積極的に攻めておりますが、ここも先行勝負か。2番の飯野が出ました。5番の小野が続いて、3番天田は3番手、それから1番の柳田が現在中段4番手、4番の堀内俊介は6番手になりました。さあ体勢の方は縦一列になりまして、この特選はいいのが風を切ります。3番手には3番の天田、先に仕掛ける1番の柳田和樹、柳田のまくり、さあ5番の小野は対応できません。まくり切ったか1番の柳田、あとは6番の小野正義と、ここ1番人気体勢になった。1番の柳田番手から6番の小野正義に先頭変わった。